Lesson 45 Review! Stories of the Week まずは今週のストーリーを振り返りましょう。今週は料理部でシュンタたちがクッキーを作っていましたね。そしてそのクッキーをもらったミアがシュンタたちにうちに遊びにおいでよと言って誘っていました。では今週月曜日から木曜日までのストーリーをまとめて聞きましょう。次の質問の答えを考えながら聞いてくださいね。Question 1. シュンタたちは何の形のクッキーを作ることにしましたか？ Question 2. ミアの家に遊びに行けないのはシュンタ、タマ、ケニーのうち誰ですか？しっかり聞いて後で答えてくださいね。ではどうぞ。Here are today's ingredients. Flour, butter, and sugar. Well, what's on today's menu? Maybe cake? Apple pie. No, the answer is cookies. Let's make cookies. Yay!Mix the flour, sugar, and butter. This is easy! Yeah! What about the shape of the cookies? How about stars? Stars are romantic. I love it! Okay, let's make stars! Yes, let's! That smells good. They look delicious. Be careful, they're hot. Try some fresh baked cookies. They're so sweet. They're wonderful. Yeah. Oh, let's give some to Mia as a present. That sounds good. But let's clean up first.They're really tasty. Good. Are you free this weekend? Yes. Why? Come to my house. That sounds wonderful. I can't wait. I'm sorry, but I'm busy at the restaurant. Have fun, everybody. それでは質問の答えを確認していきましょう。Question 1. シュンタたちは何の形のクッキーを作ることにしましたか？という質問でした。The answer is stars. はい、答えは星の形でしたね。Question 2. ミアの家に遊びに行けないのはシュンタ、タマ、ケニーのうち誰ですか？という質問でした。The answer is Kenny. はい、答えはケニーですね。レストランが忙しいんだと言っていましたね。二つの質問に答えることができましたか？ Friday Beatbox。 さて、今週新しく覚えた語句やフレーズ、そして文もたくさんありましたね。ここではその中からいくつかピックアップしてビートに乗せて復習しましょう。しっかり声に出してリズムよくいきましょうね。まずはこの単語です。Flower. 小麦粉という意味ですね。花という意味の flower と同じ発音ですよ。 O-U-R を our の音で言いましょう。ではどうぞ。 Flower. Flower. はい、続いてはこの単語。 Easy. 簡単な、優しいという意味ですね。 Easy にならないように気をつけましょう。 Z の音で Easy と言いますよ。どうぞ。 Easy. Easy. はい、いいですね。続いては Clean up.
片付けるという意味ですね。 clean と up をつなげて言いましょう。どうぞ。 clean up clean up。 最後はこちら。 this weekend。 この週末、今週末という意味ですね。 weekend は week に強制を置いて言いましょう。どうぞ。 this weekend this weekend。 Good job, everyone! しっかり復習。 Can do of the week。今週の Can Do は、相手を誘ったり、人の誘いに応じたりできるでした。では今週の Can Do フレーズをまとめて振り返っていきましょう。Monday。 月曜日の Can Do フレーズは、Let's make cookies。 クッキーを作りましょう。 Let's の後に動詞を続けて、何々しましょうと相手を誘うことができます。では Can Do フレーズをリピートしましょう。Let's make cookies。 はい、ではこれは英語で言えますか？野球の練習をしましょう。どうぞ。 Let's practice baseball。 はい、うまく言えましたか？ Let's の後に練習するという意味の動詞 practice を続けて Let's practice baseball と言えばいいですね。Tuesday。 火曜日の Can Do フレーズは、 Yes, let's。 はい、そうしましょう。 Let's 何々という相手の誘いに、 Yes, let's や No, let's not で応じることができます。では Can Do フレーズをリピートしましょう。 Yes, let's。 はい、ではこれは英語で言えますか？Let's open this box now。 この箱を今開けようと言われて、いいえ、やめておきましょう。どうぞ。 No, let's not。 はい、そうですね。 No, let's not で応じればいいですね。 Wednesday。 水曜日の Can Do フレーズは、 That sounds good。 それは良さそうですね。That sounds の後に形容詞を続けて、相手の提案などに応じることができます。では、Can Do フレーズをリピートしましょう。That sounds good。では、これは英語で言えますか？ Let's go bowling。ボーリングに行こうと誘われて、それはいいですね。いいは、nice を使ってみましょう。どうぞ。That sounds nice。 はい、うまく言えましたか？ Thursday。 木曜日の Can Do フレーズは、 Are you free this weekend？ あなたたちは今週末空いていますか？ Are you free？ プラス曜日や日時を表す言葉を使って相手の予定を尋ねることができます。では Can Do フレーズをリピートしましょう。Are you free this weekend? はい、ではこれは英語で言えますか？あなたは火曜日は空いていますか？どうぞ。Are you free on Tuesday? はい、うまく言えましたか？火曜日に、火曜日は、は、on Tuesday と言えばいいですね。はい、今週のキャンドゥフレーズ、しっかり復習できましたか？相手を誘ったり、人の誘いに応じたりできると、友達を遊びに誘えたり、自分の都合を相手に伝えたりすることができますね。友達の週末の予定など、今週学んだ表現を使って尋ねてみてくださいね。Friday Laboratory。このコーナーでは、英語にまつわる楽しい内容を
週替わりでお送りします。今週はクイズに挑戦しましょう。英語を聞いて今週学んだ単語のうちどれのことを言っているのか当ててみましょうね。全部で3問ありますよ。よく聞いて答えを考えてくださいね。では早速第1問です。1ヒントです。この英語が表すのは何でしょう。 It's food. It's made from milk. You can use it for cookies, cakes, and many other recipes. It begins with a B. はい、食べ物で牛乳から作られるもの。クッキーやケーキなどいろいろな料理に使える。B から始まる単語ですね。答えがわかりましたか？では正解です。The answer is butter. はい、答えはバターという意味の butter ですね。続いて第2問です。2ヒントです。It's something you give to someone. You give it on Christmas, on his or her birthday, and so on.It begins with a P. これは人にあげるものですね。クリスマスや誕生日などにあげるもので P から始まる単語ということは、はい、わかりましたか？正解を聞いてみましょう。 The answer is present. そうですね。答えは贈り物を表す present ですね。では最後の問題です。3. ヒントです。 It's very sweet, and its color is usually white. You use it in sweets, sauces, jam, and many other things. It begins with an S. はい、とても甘いもので、色は多くの場合白い。お菓子やソース、ジャムなどいろいろなものに使う。S で始まる単語ですね。では正解を確認しましょう。 The answer is sugar. はい、答えは砂糖を表す sugar でした。この単語は綴りに気をつけましょうね。 S-U-G-A-R ですよ。さあ、英語のクイズはいかがでしたか？英語でヒントを完全に聞き取るのは難しいですが、キーワードだけでも聞き取れるようになると、そこから内容を推測できるようになります。キーワードを捉えるためには、強く長く読まれている単語に注意して聞くことがポイントです。そのためにも、毎回のレッスンの Begin with a Beat や Actor Studio で発音や矯正の練習をしておくことがとても役に立ちます。発音できる音は聞き取れるということを意識していきましょうね。Okay, that's all for today. さあ、金曜日の復習の回はいかがでしたか？1週間に学んだことをしっかり振り返ることができましたね。How was the review, everyone? Did you have fun? 来週は、シュンタとタマがいよいよミアの家へ出かけます。来週も一緒に楽しく英語を学んでいきましょう。 Good luck, guys! We'll see you next time! Bye! Bye.